こんにちは田中雅です本日はですねノートにも書かせていただいたんですけれどもあ私ちなみに毎日、えー、ノートで1000時投稿しているということをやっているのでよければご覧いただきたいんですけれども、えー、最近のノートに書かせていただいたんですけれども、えー、自己肯定感っていうことについて書かせていただいたんですねでちょっとこれについて私が思うところを語りたいと思うんですけれども なんかえー、自己肯定感が高いとか、えー、低いとか、えーまあ、主に低いことに、えー、悩んでいらっしゃる方って現代たくさんいると思うんですけれども実は私もその、えーまあ、最近はすごい鈍感になっ年齢もあって鈍感になったのかもしれないんですけれども、まあ、若い頃とか えー、自己肯定感低いのかもしれないみたいな思ったことはなきにしもあらずなんですけれどもまあ自信っていう言葉に置き換えることもできるのかなと思うんですね、えー、まあ自信がないとか、えー、自己肯定感が低いみたいなことで、えーまあ、ちょっと思ったことはなきにしもあらずではあるんですけれどもただその一方でまあそれを 深く考えてみたことが何度かあってその結果その自己肯定感っていう言葉がまあ自信でもいいんですけど何のことだかかか全然分かんなかったんですずっとずっと考えてもその正体っていうのが全くつかめなくってこれは一体何を意味しているんだろうなと。 で最近ちょっと調べてみたんですけどこの自己肯定感っていう言葉、えー、どうやら1994年頃から提唱されている言葉らしくって確かに私が小さい頃この自己肯定感なんて言葉存在しなかったよなと思ってるんですねまあ、えー、実際、えーまあえー、日本僕が最初に聞いたのは多分その言葉はまあ十数年ぐらい前かな、えー、と思うんですけれどもまあ なんていうかその言葉が入ってきたことによってその私は自己肯定感が低いですとかそういうことに悩む方が増えたんじゃないかなと思っていて何でしょうね私自己肯定感っていうものがそもそも存在するのかというか別に採用していきなくてもいいんじゃないかなと思ってるんですよこの概念を。っていうのは なんというかこれえ先何度も繰り返すように、自信という言葉でも、自尊心という言葉でも全然いいんですけど、ちなみに自尊心という言葉は1960年か70年ぐらい、セルフエスティームという言葉で、海外の心理学者さんの方がえ研究し始めたそうなんですね。それなりに置き換えてもいいんですけれども、なんというか、その振り返ってみれば、振り返ってみればというか、今もそうなんですけど、なんか 自自自自信が自自信がが分の中にとか自己肯定感が高いそういう言葉をあえて使わせていただくならそういう日とそうではない日の2つが <laughs> 存在すると思うんですよ。例えば今日仕事がうまくいったなとか何か、えー、プライベートでいいことがあったなって思う日はなんか全能感に満ちているというかあ今日俺何でもできるんじゃないかとか、えー、私、えー 私すごい今元気みたいな、えー、まあそういった全農家に満ち満ちている時ってあると思うんですよでその一方で今日はなんかうまくいかなかったなとか、えー、怒られてしまったなとかっていう日,日もあると思うんですねでまあ落ち込んでしまうとかやる気がなくなってしまうとかそういう日もあると思うんですよつ、まあ、まるところ自己肯定感とか自 <laughs> 信とかって そういういことななんじゃないかなと思うん,ですよなんというかその元気がない状態自信がない状態がずっと続いてる人ってそんないないんじゃないかなと思うんですね逆にその自己肯定が高いみたいなそういう状況がずっと続いてる人もいないと思うんですよ何から波があると思うんでで大体の場合がニュートラルだと思うんですねなんでその まあ、本当に自己肯定感が高いというか、えー、自信があるというかそういう人ってあんまりこの言葉にとらわれてないんじゃないかなと思います私的には。その概念を採用しないで生きているからこそその何て言うか自然体に見えるというか、えー、逆にその自信というかそれを意識しその言葉を意識している人から見ると あの人は自信が満ち溢れているとか自己肯定感高そうみたいにえ見えるんじゃないかなとえ私個人的には思うんで何ていうかあのまあ,いまあまあまあすごい大事な概念だって思う方もいらっしゃると思いますし別にそれはそれで全然いいとは思うんですけれどもあまりこの自己肯定感とか個人的にはなんですけどもあのまあ 定義できないし定義できないしあの定義というか定量化できないし基準とかここのラインを超えたら低いです高いですみたいなのがないから自己肯定感とか自信あるなしもそうなんですけれどもでそれって人によってどこをその自己肯定感とか自信の基準にするかって全然違うんであのでどの状態を高いか低いかみたいなことも全然人によって基準が違うから。 なんていうかその定量化できないものに無理やりそのまあこれカウンセラーさんとかよくやるのかもしれないですけれどもえ自己肯定感低いから高めていきましょうかみたいなそういうなんかいやそれはちょっと違うんじゃないかなと僕自身いやもうカウンセラーじゃないんで本当におこがましいんですけれどもなんかその本人の中でも被験者の中でも全然違うものに対してその高い低いをあまり定義づけない方がいい。 決めななないいいい方がいいんじゃないかなと私思うんでなんというかその特にこういった言葉とかにすごいとらわれちゃってる方々,に方々はむしろその言葉を忘れるというか別に低くてもいいし高くてもいいし波があるもんだからアップダウンがあるもんだからあまり気にしないで日々過ごすっていうのがなんかぶっちゃけそれが一番いいんじゃないかなと。 私は思います現に私もなんですけれどもさもうほとんどそういった概念を採用していないというか、えー、まあまあこんな日もあるよなとか、えー、まあうまくいかなかったけどまあこんな日もあるよなとか、えー、うまくいった日もまあ今日はちょっとテンション高いかもしれないって自分で思ったりもしますし、えー、でまあ、えー、大体はフラットな感じで。 いいければいいなと思ってるんですけれども個人的には、えー、なんでそういったのにあんまりとらわれないで、えー、まあ生活してると逆にまあ楽になったというかまあ別にどっちでもいいじゃんみたいに思えるようになったというかなんかそうですねあの本当に冒頭で申し上げたようになんか鈍感になってきただけなのかもしれないんですけれども。 えまあ自己肯定感とか、えー、自信とかっていう言葉に関してはそうですねまあそうあまり意識しなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思うことがありますはい私の意見は <laughs> そうですねこんな形になっておりますそれでは